ラコの、香港辺境近区標識香港辺境近区とは、香港と中国の境界領域に設けられた、住民以外の立ち入りが制限された28平方キロメートル区域。共産党政権下の中国大陸からの侵入者や、非合法活動を防ぐ目的で1951年6月に、広告、設定され、 現行の区域は1962年に確定されたもの。区域内の住民以外の一般人は、許可もしくは、中国へ越境するために通過する目的でなければ、立ち入れない。区域内の住民や越境者でないものは、入域許可証が必要である。入域許可申請は、小波根の浄水警察署でできる。香港編協金区には、 香港 MTR 東鉄線のラコ駅とラクバス駅が含まれる。地域内の開発行為が凍結されている。経済活動の欠如により、結果として、香港における動植物の自然生態が守られることになった。2006年9月7日、香港政府は2010年を目途に、現行の区域を境界と出入り境の、 管理上必要な8平方キロメートルに削減する計画を発表した。計画は境界警備道路に沿って2つ目の境界フェンスを建設することで可能となり、それにより道路の治安確保上を必要としていた広大な面積を必要としなくなるものである。この計画は実施される予定である。当局はどの地域を辺境近区から除外するか。 具体的な研究を開始するが、除外された区域への立ち入り許可は必要なくなる。この計画に対して、住民の大方は3位を示したが、環境保護活動家は除外される区域の生態に影響を与えると指摘、危惧を示した。香港政府発表ガバメントプロポーゼズ、ツーリデュースフロンティアクローズドエリア2006年9月7日、カフェシナニュース、香港。 返京金庫の範囲を大幅減少2006年9月15日レジェコレビューオブザフロンティアクローズドエリアリザルトオブパブリックコンサルテーションありがとうございます